バンゲルスキスの破壊しルードルフス・バンゲルスキスは、帝政ロシア、ラトビア、ドイツの軍人、政治家。ロシア時代の姓は、バンゲルスキー。ロシア内戦時代の白軍の指揮官、少々。ラトビア軍では対象。第二次世界大戦中に、ドイツ武装親衛隊のラトビア人義勇兵部隊を、指揮し、親衛隊中将にまで昇進した。ラトビア、リフランド県出身。 ラトビア人、ルター派。1895年10月から1899年7月、リガ教育科士官大隊の士官兵として、ロシア帝国軍に勤務。1901年、サンクトペテルブルクの士官学校を卒業し、第93不評威力打つク隊に配属、日露戦争に従軍した。1914年、ニコライフ参謀本部アカデミーを卒業。 1> 第1次世界大戦時、第31軍団参謀部の将校、第1ウスチドビナラトゥイシュ大隊長。1915年8月から1916年12月、第2リガ、第4ビゼム連隊長、大校。1916年12月から1917年2月、ラトゥイシュ狙撃士団参謀長。1917年1月から1918年3月、 第17シベリア狙撃連隊長。ロシア内戦時、エカテリンブルクの守備隊本部で白軍に参加。1918年6月から10月、第7ウラル山岳狙撃士団参謀長を代行。1918年10月から第12、ウラル狙撃士団長。1919年2月、少将に昇進。1919年3月から第8ウヒム、軍団長。 同年7月から第6ウフィム軍団長。1919年8月からウフィム集団司令官。その後、チタに退却し、1920年3月、アタマンセミョーノフの極東軍、モルチャノフ将軍の第3シュベリア軍団のウフィム狙撃士団長に任命。1920年10月から11月、極東軍のコルチャーク、カペレフスキーの部隊が、 赤軍に撃破され、バゲルスキーは孤立無援となった。バゲルスキスは、モンゴルを経由して、中国、ハルビンに逃れた。その後、ウラジオストク、日本、朝鮮を経由して、上海に滞在。1921年、日本の帰船、ヤマトマルでラトビアに帰国。ラトビア帰国後、ラトビア軍に入隊。1924年2月から第一クルゼム師団長。 1924年12月から1925年12月、1926年12月から1928年1月、ラトビア国防省。1926年、ラトビア軍参謀総長。1928年7月、1929年9月から1930年8月、第3ラトガル師団長。 1928年8月から1929年9月、1933年10月から第4ゼムガル師団長、1930年9月から戦闘訓練課程長、1937年3月退役。退役後はレンガ会社で働く。ソ連軍によるラトビア占領後、ドイツに逃れ、ナチスドイツと協力した。 1943年3月から武装親衛隊少将となり SS ラトビア人義勇軍団総監となるラトビアにおけるユダヤ人虐殺に関与したとされる1945年2月20日から6月1日までポツダムのラトビア国会委員会総裁同意委員会はラトビア亡命臨時政府であると宣言した1945年6月21日 イギリス軍により逮捕され、ゴスラルホテルに収容。1945年7月2日、ブラウンシュワイク刑務所。7月19日、ベステルチム家捕虜収容所。7月23日、ザンド・ボステル収容所に移送。11月20日、フリースランドのラトビア人捕虜収容所に移送。12月25日、釈放。ソ連には引き渡されず、西ドイツに居住。 オルデンブルクで自動車事故で死亡。1995年3月16日、リガに改装。ありがとうございます。